さあ本日もチャンネル K 始まりました。コウスケです。今回はエピソード100万回記念企画、音ゲーコアを作ってみたということで、まずは BPM を決めようか。早い方がノリノリになれるぞ。今回は190でいってみよう。キックス、スネア、クローズハッツ、オープンハッツ、ライブス、ベース、シンボル、同時に鳴らしてみよう。続いてお待ちかね、メロディーパー。曲の顔になるから一番大事だよ。今日のイメージは空を駆ける稲妻って感じかな。ついつい歌っちゃうような耳に残るメロディーが理想的だね。何事もつかみと印象と勢いが大事だ。メロディーズコードズ、さあ今作ったメロディーをアレンジだ。大胆不敵に自分をさらけ出すんだ。裸の心。え、恥ずかしいってバカお前、俺がついてるだろ。ここでゲームの難易度が決まります。リザルト、そう、終わり方も結構重要ですね、ソータくん。高評価、チャンネル登録よろしくね。それではコウスケでした。さあ本日もチャンネル K 始まりました。コウスケです。今回はエピソード100万回記念企画、音ゲーコアを作ってみたということで、まずは BPM を決めようか。早い方がノリノリになれるぞ。今回は190でいってみよう。キックス、スネア、クローズハッツ、オープンハッツ、ライブス、ベース、シンボル、同時に鳴らしてみよう。続いてお待ちかね、メロディーパー。曲の顔になるから一番大事だよ。今日のイメージは空を駆ける稲妻って感じかな。ついつい歌っちゃうような耳に残るメロディーが理想的だね。何事もつかみと印象と勢いが大事だ。メロディーズコードズ、大胆不敵に自分をさらけ出すんだ。裸の心。え、恥ずかしいってバカお前、俺がついてるだろ。ここでゲームの難易度が決まります。リザルト、そう、終わり方も結構重要ですね、ソータくん。高評価、チャンネル登録よろしくね。それではコウスケでした。さあ本日もチャンネル K 始まりました。コウスケです。今回はエピソード100万回記念企画、音ゲーコアを作ってみたということで、まずは BPM を決めようか。早い方がノリノリになれるぞ。今回は190でいってみよう。キックス、スネア、クローズハッツ、オープンハッツ、ライブス、ベース、シンボル、同時に鳴らしてみよう。
続いてお待ちかねメロディーパー、曲の顔になるから一番大事だよ。今日のイメージは空を駆ける稲妻って感じかな。ついつい歌っちゃうような耳に残るメロディーが理想的だね。何事もつかみと印象と勢いが大事だ。メロディーズコードさあ、今作ったメロディーをアレンジだ。大胆不敵に自分をさらけ出すんだ。裸の心、え、恥ずかしいってバカお前、俺がついてるだろ。ここでゲームの難易度が決まります。リゾルト、そう、終わり方も結構重要ですね、そうたくん。高評価、チャンネル登録よろしくね。それではコウスケでした。